ボーーインだけです今日は車の運転者の心構え、まあ、譲り合いと思いやりが大事ですね。感謝の気持ちと思いやりこれ貴景勝の言葉です。ただね、不可解な運転は、物を投げたりとか、いろいろ迷惑行為、音を立てたりするのも迷惑行為でございます。特に深夜のアイドリングはもう近所迷惑でございます。まあ、あとは同乗者は、ドアをロックするように、まあ煽り運転もよくあるところなので気をつけてください。 チャイルドシートっていうのはね、交通事故になった場合のことを考えて、まあ、子供の運転操作と支障になる場合もあるので、シートベルトを着用させることができない方には、チャイルドシートをつけましょう。幼児の方です、特に。はい。6歳未満の子供です。形状のチャイルドシートに、その幼児に使用させなければならないんです。ただし、病気などやむを得ない理由は省くんです。覚えてください。そして、交通違反事故の場合は、責任感を つまり刑事上の責任懲役金庫罰金改良、あとは行政上の責任、まあ、免許の取り消し停止あとは民事上の責任損害場所弁償するお金が大変なことになって互いが長く嫌ですね酒気帯び運転についてはまあ例えばまあ例えば少し酒飲んでも運転はダメただ進めてもダメ人に貸してもダメ少しでも飲んであとは依頼もダメですはい 運転者にはもちろん責任があるんです、本位にドアを開けた場合。はい、道路交通法の目的は、えー、危険防止、安全、円滑、そして交通妨害の防止の4つです、はい。これね、責任と義務があるんです、交通規則というのは、はい。まあ、大変なので。あとはシートベルトはまあ着用することが大事ですし、はい、エアバッグを備える場合もございます。 まあ、シートベルトはちゃんと事故とか運転の疲労を軽減するものでございます。はい。事故防止のため、はい。免許証の携帯、ただしコピーしてはいけません。はい。運転免許証は携帯しておきましょう。あとはまあ備え付けないし、あと保険証とかですね。はい。装備品はまあ、事前に準備すること、発煙筒や停止表示等、あとはス 停止表示は赤色懐中電灯です、はい。ただしスマホを使用したりテレビなどいじったりしてもダメですし見てもぼんやりすると事故につながるのでやめましょう。はい。覚えてください。というわけで以上です。バイバーイ。